大内山動物園園内1970年に、前園長の脇正夫妻が10種類ほどの動物を揃えて、大内山脇動物園として開園。以来、夫妻による経営が続けられたが、経営難であったため、1993年時点では、三重県滝郡滝町のご来池、ふるさと村が新たな目玉として建設していた、花と、 動物触れ合い広場に統合することで合意していた。また、ふるさと村と滝町は、脇夫妻を園長として迎え、滝町内に新居を準備するという条件を提示していた。しかし実際には統合されることなく、動物園は維持された。2008年12月に脇正夫が死去し、動物園は閉園の危機に陥った。これを受けて、脇の友人である、 会社経営者の山本清志が経営を引き継ぎ、資材を投げ打って荒廃した園内を整備。2009年2月7日の規制大内山インターチェンジ、開業に合わせて、大内山脇動物園から大内山動物園に解消、リニューアルした。入園料は大人1500円、子供500円。営業時間は午前9時から午後4時30分まで。年中無休。 また園内で100円で売っている餌を飼育中の小動物に与えることが可能である。哺乳類、鳥類その他、ありがとうございます。